はい、どうも、コンシェルジュでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。ですね、嘘ですよ。嘘の見抜き方。言っちゃってもいいのかな。どうなんだろう。これ言ったっけ？言ってないよな。詐欺師とね、話す機会が最近、何ヶ月前かにあって、結構いろいろやってるんだけど、今もなお。その詐欺師ね、詐欺師と話しに行くじゃないですか。詐欺師と話しに行きます。で、話しますっていう時に、向こうにも詐欺師たちがいて、で、こっちは僕ら。僕らは友達。で、詐欺師たちは、詐欺師たちの仲間たち。ね。っていう状態で、別にものすごい怖い詐欺師とかじゃなくて、普通になんか、ダメなやつな感じなんだけど、なんつうの？細かくは言えないんだけど、簡単に言うと無銭飲食あるじゃん。無銭飲食の額がめちゃくちゃでかいっていう。何百万っていう額の無銭飲食をした感じの詐欺。ね。そういう感じの詐欺師だから。だから、パッと見はもうダメな感じなんですよ。でも詐欺やってるって自覚はね、本人たちはあるのね。詐欺やってますとは言わないけど。で、その僕の友達がその詐欺に引っかかっちゃって、で、話して、で、警察呼んだりなんだりとかあったんだけど、そいつら、その詐欺の主犯格の、ダサ坊ですよ。本当にもう思い出しただけでも本当に腹が立つ。開口一番何言ったかっていうと、で、被害者さんがいるじゃん。僕らは付き添いで来てるだけだから。被害者の A さん、がいて、したらね、その詐欺師はね、A さんが騙されたんです、その詐欺師に。で、詐欺師は A さんに、僕らみたいなわけのわかんない人間がいるし、向こうもおっとなったんでしょうな。何言ったか。開口一番やつが言ったのは A さんと。今回ね、本当に隠し事はなしで正直に話しましょうって言ったんですよ。これは嘘ついてる、ついてますよっていうことのもう完全な証明ですね。正直に話そう。腹を割って話そう。ね。大泉洋、腹を割って。ね。腹を割って話そうは、腹を割ってないんですよ。そもそもが腹割って話してなかったから、だから今腹割って話そうって言ってるの。ね。ギャグじゃない場合ね。で、正直に話そう。包み隠さずね、ここまでなっちゃったらもう正直に話しましょうって。ということは、その言葉っていうのは正直に話してなかったから、今まで。正直に話してない時にだけ出る言葉なの。最初から100%正直正直で全部本当のこと言ってるんであれば、正直に話そうなんて言葉出ないんですよ。今回正直に話そうって出ます？友達と普通にいろいろ話してる時に正直に話そうって言ったことあります？正直に話そうっていう言葉を言ったことがある時って、真顔の時ね、真剣なギャグじゃない時、真剣な時に正直に話そうっていう時は大体において嘘ついてませんでした。大なり小なり。僕も今までの人生の中でそれ言ったことあるかもしれないけど、正直に話そうって。別れる時とかには言うわ。別れる時とかに言うんだよ。俺も言った経験があるな。俺もだって、ごめんなさいね。完全に今一瞬でちょっとテンション高まっちゃったから、俺もって言っちゃった。言ったことあるわ。で、いろいろ別れ話とかするときに、いや、今回ね、本当にもう俺も正直に話すからって。って言ったときは、俺隠し事あったもん。あったあった。言えないことあったもん。でも別れたくなくて、みたいなね。そういう状態じゃないですか、あなたもおそらく。だから正直に話そうっていうことを言われた場合には、それは自分は嘘をついてるから、今回正直に話そうっていうことなんですよ。で、正直に話そうって言っても正直に言わないからね。正直に話そうって言って、で、相手の本当のことを引き出したくて聞いてるから、だから自分は正直に話そう。今回正直に話しましょうねって言っても、自分は本当のこと言わないっていうのがほとんどでしょ。だから正直に話そうっていう言葉は自分も使わない方がいいし、
で相手がそれを言ったんであればほぼほぼ全部それは嘘で、今まで話してきたこともほとんどが嘘だし、で正直に話そうって言った後も正直に話すことはない。そいつは正直に話そうって言ったやつは、先にね、自分から言ったやつはね、っていうね、嘘の見抜き方をちょっと今日はお伝えしました。どうですか、思い当たる節あります？あなたの元カノ元カレさん、それ言ってませんでした？今回正直に話そうとか、もしくはあなた自身が別れる時に言っちゃいませんでした？今回正直に話してって。それよく考えてほしいんですけど、彼に知られたくないこと、彼に気づかれたくないこと、彼女にちょっと隠してること、彼女に、まあ、浮気してるとかじゃなくて、なんか感づかれたくないこと、そういうのがあったから別れる時にちょっと今回正直に話そうって言ったんじゃないです。そのいびつな感じ、いびつな雰囲気っていうのをもしかしたら相手は感じ取ってたのかもしれないですね。で、あ、この人もダメだなって思われちゃったのかもしれない。うん。だから正直に話そうっていう言葉は僕らは使わないようにしましょう。正直に話してほしい時にもね、正直に話して、正直に話そうっていう言葉は使わない。最初から普通に話す。うん。で、なるべく本当のこと話す。で、どうしても嘘をつかなきゃならない状況、まあ、復縁とかじゃなくてもね、があっても、正直に話そうなんてことは言わない。ということを心がけて、ちょっとね、対人コミュニケーション取っていけば、まあまあ、いろいろうまくいくかなと思います。うん。嘘は良くないって言うけどね、やっぱり人間だからね、自分守ろうと思って若干の嘘はつくじゃないですか。僕だって自分をね、ちょっと偉そうに見せたりとか、自分はすごいんだぞっていうところをね、この動画でアピールしたりとか、若干の嘘はついてますよ、そりゃ。で、そもそも例えばこんな依頼者さんがいたんですよっていうのが 100% 本当だったら個人情報の漏洩になるからね。お客さんのこんなナーバスな話を動画で話してるこいつっていうことになるじゃないですか。それはアウトですよ。だからやっぱりお客さんからこんな話があったんですよっていうような動画の時も、やっぱり若干の脚色はね、当然ですけど加えないとならないから、じゃないとお客さんの信頼を裏切ることになるから若干加えてますしね。まあ、物事を 100% の真実っていうのはないから、だから相手から嘘つかれても別に怒らないね。あ、今嘘ついたなっていうことだけ思っとけばいいじゃないですか。で、その嘘に引っかき回されないように、こっちの方で自分の心の中で、しっかり、なんていうの、対処法を練っとくと。お前今嘘ついただろうとか言わなくていいですからね。だから人間は嘘つくものなんです。可愛いもんじゃないですか。自分を守りたいね。あなたもそう、僕もそうですよ。自分を守りたい。自分が悪者になりたくない。認めてほしい。愛されたい。そういう理由で人間は嘘つくんですね。うん。まあ、可愛いですよ。それが人間だもの。三つおというところらへんですけど、相田三つおさんね。うん。まあ、そういうことだなと思いますよ。でも、嘘に引っかき回されないように、嘘の見抜き方っていうのもちょっと覚えておくと、復縁にも役立つし、その他の仕事とか、まあ人生とか、友達増やすときとかね、友達になんか相談受けたときとか、いろいろ役立つと思いますので、ちょっとね、今言った、正直に話そう、腹を割って話そうは、その真意は逆です、ということをね、ちょっと頭に入れておいていただければと思います。はい、今回は以上です。コンシェルジュでした。